船木正勝です。今回も質問フォームになります。付き人についてお尋ねします。船木さんがついた歴代のレスラーと船木さんについた歴代の付き人について教えてください。またエピソードなどがありましたらお願いします、という質問ですね。付き人、相撲の世界から来た風習だと思うんですけども、力道山先生がプロレスに導入した付き人ですね。相撲では付け人というそうです。なんですけど、今回はプロレスなので付き人というふうに言わせてもらいます。最初はですね、入門した時に、その先輩の世話をする、介護が必要なその老人でもないのに、一人の人間がその一人の人間に対してその世話をするというその行為がですね、すごく自分は違和感がありまして、まだ若いのにその後輩からその世話をしてもらうというその習慣ですね、すごく自分は違和感があったんですけども、師匠の身の回りのお世話をしながら仕事を覚えるとのことですね。漫才師とかですね、あとは俳優の世界にもあるということで、日本独特のものかなというふうにこう思いますね。プロレスの世界は当時ですね、自分15歳で入門したんですけど、当時の自分にとっては部活動以上のですね、人間上下関係ですね、人間関係で。先輩はやっぱり怖い存在でした。で、付き人といえばですね、やっぱりそんな先輩、怖い先輩たちのいる中でも、その付き人がついているレスラー、もうほんと数名しかいません。その中でもやっぱり、当時の社長であり、そのトップである、アントニオ猪木さんですね。アントニオ猪木さんの付き人。歴代を挙げますと、藤波辰爾さん、藤原義明さん、佐山さん、初代タイガーマスクですね、前田さん、そんな、そうそうたるメンバーなんですけども、自分がその中でもですね、自分がファンの時代に、その付き人というのをすごくこう、印象に残ったのが、高田さんでした。ちょうど自分がファンの時ですね、多分、猪木さんの付き人をしていたのが高田さんだったと思います。高田さんのですね、その付き人、高田さん、猪木さんの付き人、高田さんの、そのエピソードで、ちょうどその頃ですね、初代タイガーマスクが新日本プロレスから、引退という形でいなくなって、で、その代打としてですね、タイガーマスクが出場するはずだった、カナダのですね、テレビマッチがありました。そこで、当時猪木さんの付き人だった、付き人で同行していた高田さんがですね、抜擢されたという、そういうお話だったんですけども、そこで初めてその、高田信彦という選手、若手選手ですね、を知りました。で、その後、維新軍団とですね、5対5にもこう、借り出されたりとかしてですね、一若手選手がこう徐々にこうスターになっていくのがですね、ちょうど高田さんで見れたと。当時は自分ももうプロレスラーになりたいと思いながらですね、そのトレーニングをしてましたので、その高田さんを見ながら、いつかはですね、その自分入門したら自分もこんな形でその抜擢されることがあるのかなとですね、そんな風に見ながらですね、そんな風に思いながら見てました。そして自分がもう入門するんですけども、自分が入門した時の猪木さんの付き人は後藤辰俊さんでした。この後藤さんのエピソードですね、一つその猪木さん絡みのがあるんですけども、雑誌で見たんですけどね、地方の巡業での試合の時に、後藤さんの試合の最中、藤原さんがですね、竹刀を持って入ってきて、で、後藤さんをたたいてたと。で、叩かれながら、その後藤さん
が試合をした。それで後藤さんがそのまま控室に帰っていくと猪木さんがいて、で猪木さんに殴られたと。それがあの一部始終を雑誌でですね、まあ見てですね。その後まあ自分も新日本プロレス入門してデビューをして半年ですかねぐらいした時に、試合中猪木さんに控室から猪木さんにそう怒鳴られながらですね試合をした経験があります。まあ何回か言ったんですけども、もしもですねその時にその藤原さんがいたらおそらく竹刀を持って自分の体を叩きに来たんじゃないかなと。その時ちょうど藤原さんは UWF にいませんでしたので、まあ戦れずに済んだんですけども、本当にもしも藤原さんいたらと思うとゾッとしますね。まあ入門してですね、まあしばらくしますと後藤さんがまあ多分自分たち新弟子が入ってきたので寮から出なければいけないっていうふうになったんですかね。まあ寮から出ていかれて、まあその後、猪木さんの付き人もライガーさんに変わりました。で、まあ、自分はその頃にライガーさんにこうずっとくっついてましたので、まあ、ライガーさんを見て、猪木さんの付き人の大変さをですね、こう実感してましたね。見ながらですね。特にやっぱりその夜中のトレーニング、猪木さんは、日中ですね、仕事をして、社長業の仕事をしても必ず、夜遅くにでもですね、12時過ぎても時には道場に来られて、それで、トレーニングをしますので、毎日ですね、その大変さをですね、ちょっとこう、見ながらですね、ちょっとこう感じて、猪木さんの付き人はやりたくないなとですね、その頃ちょっと思ってしまいました。まあ、ただ、まあ、巡業中もですね、サイン会とか、まあ、あとその、まあ、お付きですね、お付きを必ずしなければいけないので、まあ、その大変だなと。まあ、その代わり、猪木さんの場合は、サイン会があると、必ずその時にお金をですね、もらえる。結構な高額をもらっていた記憶があります、ライガーさん。まあ、そのライガーさんもですね、ヤングライオン杯から、テレビマッチに登場です。そしてその後、UWF 勢とのですね、まあ、UWF 帰ってきて、5対5にまあ抜擢されてですね、まあ、出たとか、で出たり、まあ、これも高田さんのその維新軍との5対5の時と同じかなと思って、まあ、本当にまあ、スターのですね、こう仲間入りをするのかなと思いながら見てました。で、そのまま、海外遠征ですね、に、出発して、で、猪木さんの、付き人も卒業ですね。そして次、まあ、自分たちの代になります。で、ちょうどですね、まあ、武藤さん、長野さん、橋本さん、破壊王橋本さんが、こう、当てがわれるんですけども、長野さんが、まあ、その中でも、最初、武藤さんが猪木さんの付き人になるのかなと思ったんですけども、長野さんがですね、猪木さんの付き人になって、そして、破壊王は坂口さんですね。そして、野上さん、明さん、野上さんが藤波さん、そして、なんと、武藤さんは木村健吾さんですね、の付き人になりました。話によると、木村さんの初めての付き人が武藤さんだったということで、まあ、意外でしたね。まあ、長野さんがその、それで自分は、付き人なしですね、ちょっとほっとしました。まだ多分若かったからだと思うんですけども、長野さんはですね、あまり、当時からあまりその練習が好きな人じゃないので、猪木さんの付き人大丈夫かなとこうちょっとこう心配してたんですけど、まあ、運動神経抜群の長野さんですね、まあ、上の人に対して の態度もものすごくいいので、まあ、その辺はそつなくやっていました。やっぱり夜中のですねトレーニングは大変そうで、夜ですね猪木さんのキャデラックの音がバーッとしてくると飽きたビシッとして迎えに行っていた記憶があります。あとは当時、猪木さんは糖尿病を患ってまして、必ずですね、巡業中会場に着くと、1時間ですね、必ずランニングをしてました。1時間か2時間ぐらいですかね。長い時に2時間ぐらいですかね。こう、ゆっくり走っていこう。それも、長野さん、同行しなければいけないので、かなり大変そうで、まあ、その後にまた試合もしなければいけないのですね。
一緒に蝶野さんが付き人の時代にですね、まあ、一緒にその石川闘技戦の沖縄合宿ですね、レオンスピンク戦の沖縄合宿、それもあの自分もなぜかその同行して、まあ、蝶野さんと一緒にですね、あの猪木さんの沖縄合宿に行った、その記憶もあります。まあ、初日で蝶野さん、猪木さんの浴びせ切りをですね、頭に食らっても首壊してしまって大変な思いしてましたね。あのヘルメットかぶって、そのヘルメットですかね、 なんかヘルメットかなんか、そのヘッドギアをつけて、そのまんま猪木さんがその浴びせ切りをして、その練習をして何発も食らって、でまあ首を壊してしまったと、そんなあの思い出もあります。まあ、その蝶野さんもヤングライオン杯決勝でテレビマッチですねを経験して、優勝して海外へと飛び出しました。その蝶野さんが、海外遠征行きました。で海外遠征行った後ですね、まあ、順番で、行けば、その自分がその猪木さんの付き人になるのかな、ちょっとこうドキドキしてたんですけども、まあ、自分の後輩ですね、後輩の大谷健一選手が猪木さんの付き人になって、やっぱり大変そうではありましたね。だから一緒に巌流島にも行きました。まあ、なぜか自分も連れて行かれてですね。で、巌流島で試合が終わった後に、一緒に、確か一緒に、フグも猪木さんと3人で食べた記憶がありますね。自分が知ってる猪木さんの付き人はそこで泊まってます。で、その後はですね、鈴木みのる、剣道家臣、藤田和幸、ね、まあがついていたと、皆さん個性的なレスラーに育ちました。猪木さんの、付き人はみんな個性的なレスラーに育ちます。付き人ですね、中でも失敗の例もあります。まあ後にも先にもこの人しかいないんじゃないかなと思いますね。破壊王橋本真也、坂口さんの付き人をしていた時ですね。当時坂口さんは巡業で、まあその集まったお金ですね、を銀色のアタッシュケースに入れて、その毎日持ち歩いてました。まあそのアタッシュケースを管理するのも付き人の仕事なんですけども、ある日ですね、ちょうどその、まあ朝旅館を出発して、で、昼過ぎ、4時ぐらいですかね、にその、次の会場に着きました。そして坂口さんが、アタッシュケースどこだって破壊王にこう聞いた時に、破壊王がドキッとしてですね、すいません、旅館に忘れてきました。何やってんだバカ野郎、今すぐ取ってこいと言われてですね、確か4時ぐらいにまたそのおそらく電車だと思うんですけど、電車でその東北だったと思うんですけどね、電車でその前の開催地まで戻ってですね、何時間かかったんですか、まあ、往復なんで、まあ、ついで破壊王が会場に戻ってきたのがもう試合の最中でしたので、7時、まあ、8時ぐらいだと思うんですけどね、まあ2時間半ぐらいで多分こう戻ってきたと思うんですけど、それでなんと、まあ、大失態ということですね。坂口さんの付き人、クビになってしまいました。まあ、そして、まあ、その、坂口さんの付き人、クビで、その、破壊王の代わりに、野上さんがですね、野上先輩が、坂口さんの付き人になったと。自分はというとですね、まあ、その当時は、なんと、藤波さんの付き人になっていました。で、なぜ、その藤波さんの付き人になったかと言いますと、もともとはその野上さんが藤波さんの付き人をしていたんですけども、破壊王に骨折させられたんですね。確か鎖骨だと思うんですけどね。それでその代打で自分が藤波さんの付き人にこうスライドして入っていました。なんですけども、破壊王が、坂口さんのアタッシュケースを忘れてしまって、付き人をクビになってしまったので、そこに野上さんがですね、スライドして入ってきて。で、こう、大谷選手が猪木さん、で坂口さんが野上さん、そして藤波さんが、自分やってた。そんな、
感じですね。で、まあ、残念ながら、破壊王は、坂口さんの付き人には戻れませんでした。自分がですね、藤波さんの付き人をしていたのが、ちょうど17から19の間、丸々2年やりました。まあ、その後ですね、数年前ですね、藤波さんの大会、ドラディッションに出たときに、まあ、藤波さんと同じ控室になったときですね、当時のそのシューズケース、まあ、リングシューズ入れるケースなんです。それをですね、未だに持っていまして、で、そこにその名前が、歴代の付き人の名前が書いてあるんです。なぜか、高田、船木、柴田って、こう3人の名前が書いていて、まあ、高田さんも一時期、藤波さんの付き人やっていた時代があったのかもしれません。あとは、自分の後ですね、藤波さんの付き人、柴田勝頼も、やっていたんだな、というふうにそこで確認しました。まあ、とうとうですね、なりました。その付き人ですね。まあ、自分は野上さんの代打でなったんですけども、いつまで、まあ、代打なんで、まあ、一瞬で野上さんが復帰したら終わるのかなと思いながらですね、最初やってたんですけども、付き人の一日ですね。まず、付き人になって変わること。スーツケースが2つになります。大きなスーツケース2つを持ってですね、こう、行かなければいけない。で、かなり大変でしたね。まあ、その中に藤波さんのガウンとシューズとですね、あと試合のその小物がですね、入っています。特にその藤波さんは靴ですね、リングシューズ、レノマ、靴会社のレノマ、まあ革ですね、と提携してたのか、知り合いがいたのか、藤波さんのリングシューズは全部レノマ製ですね。多分、プロレスラーの中で一番高いリングシューズ履いてるんじゃないかなと思いますね。まあ、いろんな革があります。豚、牛、ワニ、ヘビ。とにかくそのいろんな革のですね、その、リングシューズがあって。で、豚を一番履いてた気がしますね。一番なんかその柔らかいということで。豚です。まあ、スーツケースが2個ですね。本当重くてですね、まあ、当時は新幹線なんかも使ってましたので、新幹線、当時エスカレーターとかもない時代でしたから、やっぱりその、階段ですね。階段を2つのその、スーツケースを持って、その上がるのが一番辛いなというふうに思いました。まあ、巡業中ですね、まず朝は、電話します。おはようございます。朝です。確かそんな感じだったんです。おはようございます。朝です。で、藤波さんが分かった。ってこう起きて。で、一緒にバス乗って。で、サービスエリアとかで食べるときは必ず横で一緒に食べますね。で、会場着いて、練習は自分は合同練習がありますので、一緒に言いはしません。で、藤波さんは独自の練習してですね。で、まあ、自分の試合、まあ、トレーニングウェアですね、を用意して、で、それ、藤波さんが終わったら片付けて、で、試合の準備ですね、タオル、靴、あとはそのガウンなんかをこう用意して、で、自分の試合をします。で、終わったら、通常であれば終わったら、普通にリングサイドにこう、いてですね、まあ、試合見ながらその、作業をするんですけども、付き人の場合は、自分の試合が終わったらもう、ずっと、そのついてるレスラーの横にいてですね、身の回りの世話ですね、何か、まあまあ察知して、まあ、言われたらそれをやって、言われなくても察知して動いて、なんか用意したりとか、そういう感じですね。そして、ガウンを着せて、リングに誘導して、で、ガウンをもらって、で、ガウンを直して、タオルを絞ってですね、まあ、風呂、シャワー浴びたりとかしますね、タオルを絞って、2本。で、リングサイドで着きます。で、終わったら、誘導して、で、そのまま会場でシャワー浴びるときは、会場でシャワーですね。で、新日本プロレスの場合は、背中だけは、自分が流します。付き人が流します。ですけども、後にその、藤さんに聞いたんですけど、全日本プロレスの場合は、こうやってですね、壁にこう手を当てて、立ってるだけらしいです。そうすると、付き人が全部ですね、後ろから、前から、全部、こう、
流さなければいけない。多分相撲の教えなんですかね。まあ、新日本プロレスは本当背中だけで、みんな背中だけなので、それを聞いた時、全日本すごいなと思いました。なんか全部流さなきゃいけないんだと。そんな違いがありますね。まあまあ、それは置いといて、まあそのまんま、タクシーに乗って、そのままタクシーに乗って、ホテルに着いた場合も背中だけは流します。で、全部その汚れ物ですね。タイツ、リングシューズ、そしてタオルを持って自分の部屋に帰って、で、そこから、今度はコインランドリーですね。に行って、で、コインランドリーで洗濯をしながら、食事を近くの、なんかその食べれるところで食事をして、で、終わったら帰って、で、洗濯物を畳んで、ようやく一日が終わると。まあ大変ですね。そんな感じでした。ただ、藤波さんはですね、格別ですね、に優しかったです。ので、サイン会もついてこなくていいよ。俺一人で行ってくるから。で、夜の付き合いですね。まあ、スポンサーがいますので、夜の付き合いも、お前来なくていいよ。その代わりこれで、なんか美味しいもんでも食え。と言って、そのまま1万円をいただいたりとかですね。あとはそのサイン会の時も、今日はサイン会行ってきたからと言って、こう、自分がもらったギャラからですね、こう、1万円を何枚か、はい、お前にやる。とにかくそのお金だけこうくれるんで、本当に、いいなと思ったんですけどね。そういう、まあ、仕事しないのにお金もらって。で、シリーズの終了後にはですね、必ずですね、大体が東京で試合がありましたので、両国とか、まあ、ですね、東京体育館とか、その辺でありましたので、蔵前ですか、当時は。両国ですね。最後に、藤波さんの、車までこう送迎、ついていった後に、必ずその時も財布からお金出して、これでうまいもんでも食え。で、オフで体を大きくしなきゃダメだよ、ですね。で、お金をくれて。かつての、自分をこう、重ねていたのかもしれません。まあ、そんな自分もですね、一度大失敗をですね、してしまったことがあります。前にも言ったんですけども、ライガーさんがですね、海外遠征に行くって決まった時に、確か名古屋のですね、居酒屋で、送別会があったんですね。で、まあ、その次の日にもライガーさん帰って、で、出発してしまうという。で、そこで、まあ、自分はそのライガーさんがいなくなるということで、もう寂しくて、もう、ベロンベロンにこう、酔って、泣いてしまったんですね。で、その次の日なんですけども、自分は、藤波さんを起こさなければいけないんですけども、なぜか、電話がかかってきてですね、まあ、本当にもう、ベロンベロンになって、こう、頭も痛いし、動けない状態で、なのに電話かかってきて、出たら、この藤波さんが電話してきてですね、大丈夫か、朝だけど連絡来ないから心配して大丈夫かって言ったんですけど、自分は多分、大丈夫ですって言いながら多分切ったと思うんですね。そしたら、今度は、コンコンコン、ピンポン、コンコンコンって言って、外からその、人がこう呼んでる、ま、フロントの人と、あと藤波さんだと思うんですけども、もう本当にベロンベロンに酔っ払ってるんで、地面を張ってですね、で、内鍵してますから、開かないですね、外から。で、張って、で、ドアを、鍵開けて、ドアを開けたら、藤波さんが来て、大丈夫か、どうしようと思ったんですけどね、もう、とにかく、まだものすごくお酒が残ってるんで、動けなくてですね、でもそのまま、寝とけってこう言われて、寝たんですよね。で、まあ起きたら、案の定、昼過ぎというか、もうほぼ夕方ですね。4時5時ぐらいですか。で、電話の横に、1枚ですね、その、紙が置いてあって。で、起きたら、電話しろ。で、下に荒川さんがいると。
で、自分が電話して、荒川さん、起きたかで、一緒にサウナ行ったんですかね。で、サウナ行って、そのまま東京に帰ったっていう記憶がありますね。まあ、本当に、その、まあ、ライガーさんの送別会は、幹事が坂口さんだったので、もしかしたら許してくれたのかなと思いますね。まあ、それをもう、坂口さんも一緒にいたのに、そこまで寄ってしまった。うん、まあ、自分も悪いんですけども。まあ、そんなことが許された時代ですね。次の日も本当は試合しなきゃいけないのに、酔っ払ってしまって、動けないと。で、その一若手に対して、中堅レスラーを残してですね、それで管理をする。まあ、ちょっと今だとありえないですね。謹慎処分です。まあ、そんな二日酔い事件があってですね、まあ、これ自分も、破壊王に次いで首かなと思ったんですけども、やっぱり藤波さんは優しいです。そのまま付き人として残してくれました。そしてですね、まあ、そんな自分も、徐々にテレビにも出始めてですね、まあ、で、海外遠征へと行きます。まあ、その時も藤波さんは選別としてですね、厚い、分厚い封筒、数十万入ってますね。それをこう自分にくれて、何があるか分かんないから。海外は何があるか分かんないからこれ持っていけですね。で、半年、ちょうどドイツ、オーストリアに行って、半年過ぎたあたりですかね。確かハノーファーだったと思うんですけども、そのハノーファーにも来てくれて、まあ当時いろんなことが、こう新日本プロレスの中で起きてですね、今新日本プロレス大変だけど、何があっても、お前が上がるリングだけは、確保するから安心しろと。そんなことを言ってくれました。まあ残念ながらですね、まあその後自分は UWF にその移籍をしてしまうので、まあその時のその藤波さんをちょっとこう裏切ってしまった形になってしまいましたね。まあ付き人としては本当に感謝しかありません。まあそんな、まあ付き人思いというかですね、全然、まあ、豆な藤波さんなんですけども、家でもですね、まあ、そんな感じで奥さんにものすごく優しくて豆なのかなと思ったんですけども、2013年ですね、自分藤波さんの息子さんのレオナ選手のですね、デビュー戦の相手をしました。まあ、そのデビュー戦の後ですね、後に一応その感謝、ということで、まあ、お疲れ様会ですね、を自分たち家族と藤波さんの家族とで、食事をしましたね。食事をしました。その時に、香織さんがですね、藤波さん奥さんの香織さんが、この人家では何もしないのよ。まあ、自分がその付き人だった時の話をですね、こういろいろこうしたらですね、この人家では何もしないのよって、なんかちょっとこう、不服な顔でこう言っていて、まあ、実は、家では亭主関白だったっていうですね、その意外なお話も聞きました。そんな自分にもですね、付き人ができました。できるというか、まあ、付き人をつける、時期になりましたね。ちょうど25歳ぐらいでしょうか、パンクラスです。近藤勇樹選手。まあ、なんで自分の付き人にしたか、忘年会、どっかの忘年会でですね、パンクラス忘年会で、まあ、各その若手に、誰のファンで入ったのってこう、インタビューっていうか、まあ、聞いたときにですね、近藤選手が自分は船木さんのファンです。え？俺のファンで入ってきたの？はい。こんな時代になったのか。自分を見てファンになって、その入ってきた人間、もうここにいるんだなと思ってですね、ちょっとこう嬉しくなって、それで前にも言ったんですけども、レガース、自分のレガースをあげたんですね、緑色の。なので、近藤選手のデビュー戦は、緑色でですね、まあ、自分のレガースで試合をしてます。で、自分はどちらかというと、その、付き人ってパンクラスは、その1ヶ月に1回しか試合がありませんので、その身の回りの世話というよりもは、どちらかというと、まあ、洗濯なんかも一気にその全員の、その上の選手ですね、
洗濯も全員がその、まあ、下の人間全員がこう合同で洗濯してこう干して、でその、個別にこう やってましたので、あんまりそのパンクラスに関しては身の回りの世話というよりもは、まあ、あのどちらかというとスパーリングパートナーですねの方が多いんじゃないかなと思いますね。ので、近藤選手とは、初期ですね、かなりスパーリングいっぱいしましたね。で、まあ、案の定ぐんぐんこう伸びてきてですね、あっという間に、気がついたら自分のリングでの対角線に立っていた、まあ、自分と戦う相手になってしまったということで、ここから先試合をしなければいけないので、まあスパリングもあんまりしたくないなというふうに思って付き人卒業ですねという形にしました。まあ、そのぐらいやっぱり出世が早かったんですね。で、次の付き人がですね、山宮圭一郎選手、圭山宮選手ですね。なんで、近藤の後に山宮選手が付き人になったかという記憶がですね、あんまりなくて、多分本人は知ってると思うんですけども、多分そこに山宮がいたからだったかな、そんな感じでこう付き人にしたような気がしますね。まあもちろん山宮選手ともですねスパーリングしましたね。多分一番スパーリングしたと思います。パンクラチョンマッチからそのヒクソン戦までの間もですね、本当にかなりそのスパリングやりましたので、もしかしたら一番こう肉体をですね合わせた選手かなと思いますね。一つそのエピソード、一番思い出すエピソードはリングネームですね。K 山宮というリングネームになったんですけども、変えてですね、まあ、いろんなリングネームの案がありましたね。まあ、自分はですね、おすすめのリングネームとして、山宮圭一、山宮圭一というリングネームを使ったらどうかといった記憶があります。なぜかと言いますと、ライガーさんの本名がですね、山田圭一です。ので、山宮圭一、まあ、圭一ローなんですけど、ローだけ取って、山宮圭一、山田圭一、山宮圭一、なんかその、山田さんを思い出すリングネーム。で、山宮圭一と、ライガーの本名も山田圭一だよ。どう?って言ったら、嫌ですって。普通に。じゃあ自分で考えろ。って何の言葉好きなの?努力です。努力山宮どうだ?それも嫌です。じゃあ自分で考えてきて。って言ったら、K 山宮というリングネームが来ました。まあそれが、山宮と、なんか思い出ですね。飛んで2009年ですね。2000年でまあ引退して9年後に、全日本プロレスで自分もその試合するようになりました。で、その全日本プロレスでその試合するときに、全日本プロレスやっぱりその巡業があります。で、巡業でやっぱりその選択ですね、なんかもそのしなければいけないので。船木に付き人をつけなければいけない。で、武藤さん夫婦がですね、こう、会議をして、誰がいいかと。自分の付き人を誰にするか。やっぱり真面目な人 がいいよね。まあ、いろんなその若手選手の名前が上がったんですけど、自分は誰が誰だかわからなくてですね。で、結局やっぱり真面目な人がいいよね。ということで、大和くんがいいよね。という話になってですね、大和洋選手が、自分のプロレス時代、全日本プロレス時代の、付き人ですね。まあ、真面目ということで、マッサージもしてもらいました。もう本当にプロレス復帰して、全身もう打撲でですね、毎日のようにその背中が痛くて、で、必ず毎日その、背中をこうマッサージしてもらった。あとはその夜ですね、スポンサーとのその、食事会も一緒についてきてもらいました。で、とにかくですね、頑張り屋ですね、肉体改造もしてですね、すごい素晴らしい肉体、プロレス界で5本の指に入るじゃないですかね、素晴らしい肉体しています。ただ、体脂肪が少ないので、
免疫がちょっとこう低いのか、定期的に風邪をですね、引くという、そういうその記憶もありますね。まあ今元気にしてるんですかね。まあこの付き人ですね、まあ力道山先生によってですね、まあ、相撲の世界からその日本のプロレス界に、取り入れられたものなんですけども、多分アメリカは多分ないと思うんですけどね。あんまり聞いたことないですね。まあ、結論というか、まあ、自分としてはですね、自分思うには、ことですね、まあ、プロレスとか格闘技とか、その戦いの世界においてはですね、やっぱりその、後にその、付き人ともその試合をしなければいけないことになったりとか、あとはその、大人になると、やっぱり考えとか、やっぱ行動もこう自由にこうしたくなりますので、やっぱりその、ちょっと付き人という制度というかその関係はですね、ちょっとこれは戦いの世界においてはちょっと、合ってないような気がしますね。やっぱりその、まあ、レスラーというか人間、その基本、一匹狼じゃないですね。一人の人間、まあ、個人の人間なので、やっぱりその、まあ、付き人だったから、まあ、その後にその、こう、別れてしまった時にですね、その裏切ったとか、まあ、その付き人だから裏切れないとかですね、そういう考えとかもちょっとこう、人生こう進んでいく時に、かなりこう、きつい、そのなんかこう、重圧になるような気がしてですね、まあ、自分自身もそんなこともありましたので、まあ、先輩とかですね、もありますよ。そんなこともありましたので、やっぱりその、後ですね、後にその大人になって、こう自由にその自分のその人生の選択をするためには、自分のことはですね、自分で行うのがベストかなと、そういうふうに思います。まあ、付き人というその身の回りの世話が必要なのであれば、付き人を、付き人としてですね、雇うのがいいかなと思います。ちゃんとそのお金を払ってですね、付き人をやってもらう仕事として。武藤さんはですね、今、付き人いないですね。もうフリーでずっと1年ぐらいやったんですかね。それで今、ノアに出てるんですけど、ノアで付き人は取ってません。自分の、マネージャーですね。マネージャーをつけて、まあ、マネージャーが、荷物を運んだりとか、付き人みたいな形をしてますので、もちろん、給料ももらってます。もらってます。ので、まあ、そんな形で、その、身の回りの世話ですね、してもらってますね。一番なんかそれが、いいかなっていう形ですね。まあ、そんな感じです。付き人。今回は付き人についてお話をしました。ご視聴ありがとうございます。